はい。あのですね、今の子たちが、まあ今、キックボクシングどうのこうのより、やっぱバランストレーニングで、なんかそういうフィジカルとかなんとかって言うけど、その前に、まず根本的に、やっぱり僕たちは、やっぱり2本の足で歩くこと、走ること。まあ根本的に疲れてて、疲れててもバランスを保つと。いろんなトレーニングしてて、で、何もない時にバランストレーニング当たり前で、疲れた時にどうするかっていうことでね、基本的な、まあ、遊びの中でバランストレーニングっていうのを昔はやってたんですけど、最近の子はね、例えば逆立ち、体操でやるような競技がやってないなっていう遊びの中で僕たちの頃よくやったんです。例えば、こんな倒立。これ、ものすごい基本的なことなんですけど、例えば、こういう倒立。これね。これは、普通に、壁を使ってやってました。で、そういう中で、例えば、逆立ち。ちょっと今、最近ね、あんまりやらないんですけど、こう、逆立ちで、歩くこと。これね。まあ、待ってみようかな。こういうね。逆立ちで歩くことなんかも、よく遊びながらやってました、ね。で、それが今最近の子は、逆立ちでさえできない。最近の子、例えば、今、高校1年生。ね、今、高校1年生な。で、その前に、元最近の子。この子も、ベルト持って、まあ、わかる人にはわかりますね。こいつです。こいつです。ね、ちょっとおなじみの、こいつが。で、今、36で、高校1年生。この2人。まず、さくら。はい。はい。ちょっと入ってな。いや。はい、まずこれ。僕、会長できますからね。いや、でき。はい、お願いします。はい。はい。気持ち。ほっいや、もう一回行かせてください。もう一回、行きます。ほっあっこれどうよおいアルキいやもうできないですよ、ね、お前いやもうマジ無理ですよ、ほんとにいいからいいからやってみよう、アルキいやでも頭ついてないじゃあ、止まれ、もう止めてください、今揺れてたからしょうがないよ、いや、本当に痛い、揺れてたきついっすわ、そしたら、一回、じゃあ、これ無理だけど逆立ちやってみて、どんな感じになるか、そう思い切って、逆立ち、お願いします、ぐんと戻ってきますねお願いします、はい、行きます、はい、ほっ、情けないです。キックボクシングの夢、こいつもブリッジではね、ちょっと勝ち上げる。こいつはチャンピオンはい、もうちょっと、二人、キックボクシングもね、ちょっとオールマイティな選手に育てるように頑張ります。ありがとうございました。